異世界情緒です。皆さん、明けましておめでとうございます。新年2021年です。一気に未来のような感じのする数字ですね。去年のことを振り返っていると、皆さんと出会って間もない冬を思い出します。同じ冬でも少し浮き足立っていて、皆さんと迎える二度目のお正月も似たような感じではあるのですが、今年はたくさんのことに挑戦して、形を持って皆さんに届けられるよう頑張りたいと思っています。今年の抱負です。また一年よろしくお願いいたします。もっと皆さんに歌を届けられますように、もっと歌で皆さんの近くに行けますように。異世界情緒でした。また会おうね。